焼けてんだけどと思って泣きながら大号泣しながら帰ったら隣の前の家だったの。あ、すごー。あの時ね、春日中はあの辺の近くに帰れないから帰ってお母さんに迎えに来てもらった。あ、そうそうだね。生徒たちが休み時間にさ、あそこでカジカジって言ってみんなで、えぇ、みんな月さんも言ってて、先生が出ましたはじめは冗談ことって何人みんなふざけたこと言ってて、あの普段の訓練いつも時々拝見してると、皆さんが自分たちで一生懸命やるじゃないですか。まあリーダーは一人いても、だから一生懸命やってるっていうのと、こう見ながら指示を出すっていうのはちょっと違う話なので、まあ、あの子供を育てた皆さんの経験を生かしてですね。お疲れ様でした。汗がきました。汗がきました。どうでしたね、体育館のあれだけの人数が入るとね。どうも、お疲れ様です。どうでした今日の訓練は。今日は大成功じゃん。大成功。全部なかった。結構手伝ってもらったんでしょ。ねえ、荷物運んだり。いや、全部中学生が。全部やった。全部やった。アンピカ君もやったんだよね。アンピカ君も全部。皆さんは何してたの。私がボケてた。いやいやいや、みんなを指示したり、要は見守ったり、報告してたり、それが役割だよね。みんないい子でしたよ、本当に。そうだよね。通じないの、あれ、ね、通じない無線機持って、ああ、非常に楽しい。いや、だけど、拠点訓練なんかはね、あの子供たちやってないから、避難訓練をやっててもね。そうだね。だから、あの、教えることはいっぱいあるんですよ。ただ、体を動かすのは任さないと。そうそう。あ、そうですね。ね。6月ぐらい、ちょうど、お客さんに対応して、行ったんですよ。いや、まあとにかく繰り返すのが必要。そうそうそう、繰り返しですですよね、うんうん、あとはほらマンションも次の世代の人たちをなんとかね。そうですよ、ね、うん、どうやってやっぱりね、中学生高校生使えるようにならないとダメですね。ダメですよね。でそれにはほら役員皆さんが指導するとか見守るとかっていう、そういうまあ一つの訓練というかあれをしないといけないですね。